みゆちゃいです。じゃあ今日はもうあんまり教えたくなかったんですけど、いつも使ってるアプリとその加工内容、細かいところを教えちゃおうかなって思います。このアプリを通せばマジでみんな漏れる。みゆの周りの友達もうみんなアプリ使ってるけど、みゆの加工設定が神すぎて、みんなみゆの携帯で撮ろうって言うからマジで漏れます。誰でも撮れば同じフィルターとかじゃないんですか、ああいうのって。違う、その加工設定もすごい細かい、なんか垂れ目にできたりデコ広げたりとかも多分できて、だからそういうのを全部教えます。みゆちゃんへの最強加工カスタムいきます。みゆは iPhone12 Pro Max 使ってて、みゆはキューヒューっていう加工アプリ使ってます。もうほらこうやってやったら今めっちゃインスタのみゆの顔になってると思うねんけど、下にスタンプ美顔フィルターってついてるんですけど、ここの美顔ってところを押します。ほんで顔タイプっていうのが一番初めにあるから、この顔タイプを丸顔を選択します。で、あのみゆはこう見てもらって分かるように丸顔っていうか結構四角なんですけど、顔がなんで、あのこう丸顔をこう削りたい人が選ぶあの顔タイプの種類かなと思うんですけど、なんでみゆみたいに結構丸顔とかあの四角ベースの人は、この丸顔を選択したらいいと思います。逆になんかおもながってあるんですけどは、結構おもながで悩んでるこうしたい人が、あのこのおもなが選べばいいと思うんですけど、みゆは丸顔なんでこの丸顔を選択します。で 5% がこれね35に合わします。次は、そのまま横にスライドしてもらって、この美肌あるんですけど、美肌はちょっとあのデフォから下げて65にしてます。で次、美白小顔ほっそりは、触ってなくって、で頬ってところをめっちゃ頬骨出てるんですよ。なんかこう笑ったらアンパンマンになるし、もそもそもなんかここが出ててこれが嫌なんで頬を選択して、これを20に設定します、はい。でその隣のエラ、これも私めっちゃ見てもらったら分かると思うんですけど、マジでエラ張ってて食いしばり多分すごくって、めっちゃエラ発達するんですよ。マジでここに指入るぐらいエラ張ってて、なんでこれもエラ選択して、これはねそんなにでもね削ってないです。エラは 11% にしてます。でその次、目の大きさ、これはあのみんな多分絶対いじるとかやと思うんですけど、デフォがゼロのとこに持ってきてて、多分これがなんか 50% ぐらいなんかな、分からんけど、でもこれちょっと目でかすぎやから、もうデフォがすげえ目でかいやん、だからこれをちょっと下げて11ぐらいにしてます。マイナス11で、その隣の鼻痩せはいじってなくって、鼻に長いって書く鼻痩せの隣のところ、これも、デフォからいじってないです。で次、ほうれい線ね、これ上げとこう、これね45まで上げてます。ほうれい線なんかのこの小鼻のこのなんていうこの赤みとか、このぷっくりしてる団子っ鼻もこのほうれい線上げるとあの消えます。だからなんかほんまに人間ってここの影なかったらむちゃくちゃ可愛くなるから、そうここは結構上げていいと思います。でも 100% にすると笑った時に笑ってるか笑ってないか微妙になるじゃないですか、全部消えてもうたら。だからここは45にします。で次、顎で、私顎もあの長いしそれが嫌で、なんか綺麗っていうよりかは可愛い顔に憧れてるから、可愛い顔になりたい人はこう顎を短くすると可愛い顔に寄れるから、あの顎はデフォから下げてマイナス25にします。多分こうね上に上げるとこんな感じで顎伸びちゃうから、マイナスにするとめっちゃ短くなっていくから、これはマイナス25にします。でおでこはいじらず、あのおでこ丸い方が女性らしいと思うんですけど、そもそも前髪があるからおでこ見えへんから、いつもからおでこはいじらず、次目頭、その隣にある垂れ目とかつり目とか目をこう動かすもんで、これはデフォからマイナスに下げて20にしてます。20マイナスにすると目がどんどん多分垂れていくんですよね。で逆にプラスにするとつっていきます。
の。で次唇のサイズ、これも私めっちゃたらこ唇に憧れてて、なんか唇ブルーンの人ってなんか色気あるなって思っちゃうから、たらこ唇に寄せたくって、マイナスに寄すと唇が分厚くなって、プラスの方に持っていくと唇がちっちゃくなっちゃうから、まあ自分の加減見て、私はたらこ唇に憧れるからマイナス20ぐらい、22から25ぐらい、20から25ぐらいにします。で白い歯っていうのが歯白くするあの加工なんですけど、これは35まで持っていってます。まあ歯は白い方がいいよね次にスマイルっていう口角を上げる加工なんですけど、これは13ぐらい少しだけ上げてます。そう、多分これめっちゃ上げすぎると、あのポカーンってした澄ました顔とか、こう抜け感ある顔したい時に口角勝手に上がってたら笑ってるみたいになってるから上げすぎひんように、まあ13、まあ15ぐらいでいいんじゃないかな。これで、全てのミユのカスタム終了です。そもそもなんかいじってないところの加工はついてるから、そっからあのマイナスに寄せたりプラスに寄せたりはまあ自分カスタムで選んだんですけど、そう、これでミユの、はい、最強カスタムが完成です。なんでこう見て撮った感じめっちゃ漏れると思うんですね。み写真撮る時も自分がまずどっち利きなんかとかあると思うんですけど、ミユの場合は左が利き顔なんで、必ず写真撮る時とかもちょっと左を多く写すようにこう向く、あとなんか鼻がすごい団子なんでちょっとこう向くと、ここになんて影ができて鼻筋通ってるように見えるから、こうちょっと横向くとあの鼻もシュッと見えます。であとこっちに倒すとなんかエラがどうしても出てこう強調されちゃうから顔大きく見えるんですけど、こっちに倒す方が顔はなんていうこうシャープに見えるから、だいたいいつも撮るときは利き顔の左を向いて、で鼻筋通すようにちょっとなんていうの真正面よりかこっちに向けて影作って、こう倒すよりかはなんかこう撮る方が顔はシャープに見えるから、だいたいこの角度が多いかなって思います。こんな感じ。アプリで簡単にメイクもできる、簡単に整形もできる、だって歯白くなるとか簡単にホワイトニングもできるねからなんかまあ自分に合ったカスタムを、まあこれを基準にこういろいろ、じゃ唇私はこうたらこが嫌やからって言ってこうちっちゃく寄せてもらってもいいし、これ基準にこういろいろ一回いじってみてほしいです。きっと漏れます、絶対漏れます。まず私今ヒューヒューマーク消してるんですけど、アプリ取り立ての人って右下にあのヒューヒューっていうマークが多分ついてると思うんですけど、これの消し方は左上の点点点っていうマークついてると思うんですけど、そこを押してで設定押してください。ヒューヒューマークってところを無効にする、ヒューヒューマークっていうところを押してここをオフにしてください。そしたらヒューヒューマーク消えます。あとはね、私がやってる設定としては高画質にチェック、なんか無音で撮ることできるんですけど、無音で撮ったら画質落ちるから絶対シャッター音出るようにこの高画質はチェック入れて、あと男女識別、男の人って認証したら男の人にはメイクしないようになってるから、あとコンシーラー、対象写真モード、これよくわからんけど元から多分ついてると思いますかな。今この画面の通りです。み耳耳耳耳で第1回目は最強カスタムってことをやったんですけど、今後いろいろメイクとか美容、まあ、モーニングルーティーンとかもいろいろこう撮っていきたいなと思うんですけど、他になんかミユにこういうのやってほしいよとか、あんなことに挑戦してほしいよとかあればコメント、はい、ください。いろんなことに挑戦したいなと思ってるので、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた明日ほな